はい、どうもテッシーです。動画の移動ありがとうございます。ドラクエ11続きをやってまいります。大木槌、大木槌は知ってるけどこっちのやつは知らない。これ誰誰、これスライムみたいな、マンドラ。ゴラまではつかない。お、向こうにオーガラスいる。あ、まあ、強さ、あ、早い。え、2回攻撃ってこと？これなんか速さがよくわからんですな。大木槌の背中がかわいい。うわー、襲いかかってこいつ痛恨やってくるから嫌なんですよね。身をかわした。おい、うわー、おい、よし、オッケー。そういえば大木槌の背中なんかまじまじと見たことないっすけど、あれ、大木槌ちゃんも逃げちゃうんだ。まあもうそんぐらいのレベルってこと？ああ、ももんじゃ。寝てる。めっちゃ可愛い。ね、前回の動画もね、寝てましたけれども。まあちょっと地図見て、採取できるもの、あ、奥になんかありますね。奥行ってみましょうか。うわ、宝箱。こういうところにある魔法の小瓶。何魔法の小瓶って。魔法の小瓶。あ、MP10 回、10回復。あ、そんな細かく回復できるアイテムも。ありがとうございます、本当に。マジ優しいわ。あった。これだろう。綺麗な枝。OK、どんどん行こう。馬ちゃん。大きい。ほら、逃げちゃう。モフモフが可愛いっすね、これ、本当に。あ、モモンジャー。歩いてる。これは戦おうぜ。これ、ダッシュで当たるとどうなの？ダッシュでも戦闘。クワー言ってますけど、クワー、この野郎。あ、なんだ、強い。大丈夫かな。うわ、ひっかいた。やばい。強い。もう強えじゃねえか、お前2発倒れねえのかよ。おい、オッケー、わあ、ガー言って。強いな、モモンジャが一番強いのかな、この辺りで。だから余裕で寝てんのか。強い、オッケー。あ、ほら、デルカダ王国、もうすぐじゃん。ねえ。で、光ってるのがすぐそこにあって、これか。あ、木を揺らして落とすと、あ、何個か手に入るタイプ。へえ、そんなのもある。いいじゃないの。すごい。で、これが、回戻る形にはなりますが、ちょっとアイテムがね、あるんで取っていければなと思います。まあ貧乏症ね、他のね動画とか見ていただくと分かるんですけども、結構貧乏症なところがねありましてね、スルスルっとね進んでいけるものは進んでいくんですけれどもね、ドラクエ11、まあドラクエシリーズ他のゲームはまあ一度やったことあるんで、まあドラクエ1から6、今動画も公開中ではあるんですけれども、ここか、それはねやったことがあるんで。コットン層、全然知らないのばっかですね。ここはコットン層、ほう、素材ってなってますね。まあ一回やっぱりプレイしたことあるのは、まあどっか見逃してもアバウトでもいけるかなっていう感じなんですが、うわ、あー、フロッカー、ちょっと初めてやるゲームだとちょっと慎重になっちゃう部分がありますね。
ファイアロー、やっぱドラクエ3が基軸なのかな、モンスターから言うと。で、あとは、あとは向こうと、あれ？ちょっと待って、詳しく見るじゃねえよ。これズームってどうやんの、これあれ、ズーム、これでこの下の方とか、さっきっていうか前の動画とかで撮りましたよね。ああ、そうか、時間経つと復活みたいな感じなのかな。旅の心得でそんなん書いてあった気がするな。おい、清めの水、清めっていう、ちょっと待ってくださいね。すべて最初ポイント、あ、時間が経つと復活してまた拾えるようになりますってなってますね。いいね。まあ、多分物は一緒だと思うんで、拾えるもの自体は。だからちょっと、まあ、こうジャンプいけるかな。いけない、じゃあ回るしかないか。なんで向こう行こうとしたの。こっちこっち、ここの奥になんかありましたよね。光っ、あったあったあった。 OK、 漬物石だと。もうこの漬物石だけ拾って売れば生きていけるわ。別に勇者がどうのこうのとかは本当どうでもいいっすよね。おっと、当たっちゃった。可愛いっすね。エマの言う通り、石の村で穏やかに暮らしていければもうそれでいいよね。こんな素晴らしいとこに住んでるんだもん。フロッカーいっぱいいるわ。水浴びかな、みんなで。いいね、楽しそう。オッケーオッケー、行こう行こう。もうだって採取できるもの、あ、北にもう1個あって、あそこ最後ですもんね。デルカダル王国っていうとこ行けますもんね。よし、行きましょう。ここの小道を抜けて、小道っていうのかな、トンネルみたいな。わあ、素晴らしいね、これはすごい。いいね。神の岩の頂上からもすごかったですけれども、こっからも十分ですね。ほら、城が見えてきた。テンション上がるわこれ。こうやって近づいていたんですね、今までドラクエの城とか。すごいわこれ。で、光った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 。これもなんか落とすタイプかな。よし、コットン層、コットン全部薬草だと。 OK、 ここに来て、おっ、ん、これは人か。旅のものか。ここまで来るのに大変だったと思うが、もう安心だぞ。この先はデルカダル王国だからな。王国に入ったら宿屋に泊まるなどし、旅の疲れを癒すといいだろう。ゆっくりしていくがよい。優しい、めっちゃ優しい。よし、行こう。いいね。おお、止められない。あ、降りなくても話せた。ようこそ旅の者よ。ここはデルカダール王国だ。これより先はロトゼタシアで一番の広さを誇るデルカダール王国。城下のにぎわいを存分に楽しんでいくがよい。ありがとうございます。お、ここはちゃんと降りるんだね。いいじゃない。フィールド、洞窟、町の中などはって、おー、すごい。城下町ですかね。
わー、お城って感じだな。素晴らしい。これは？ふう、忙しいな。あれ、これはもう喋れんの？ここから下を見ると歩いている人が見えるの。たまに目と目があったりするとなんか嬉しくなっちゃうわね。ちょっと怖いんでいいかな。ようこそ。ここはデルカダール王国ロトゼタシアで一番の広が聞いた聞いた聞いたわ。ん？そうそう、私の前方におじさんがいるだろう。おじさん？あのおじさんのように白い吹き出しの人はそれ以上話はないみたいだよ。あー、なるほど。そう、あ、こういうこと。話せないですね。楽しいなーみたいな。それでね、わはは。お、この辺では見ない顔だな。なんだって、デルカダル王に用があってここに来ただって。王様に会いたいんならお城に行くといい。この道をまっすぐ行き、階段を登ってさらにまっすぐ行くとお城があるぞ。夜の間は王様がお休みになられるのでお城に入れなくなるからな。ああ、はいはいはい、そこは一緒ですね。行くのであれば昼に行くといい。ほう、よっしゃよっしゃい。値下げは無理だよ、そこをなんとか。ああ、いいっすね。旅人さんかい。もし休みたいのなら宿屋に行くといい。すぐそこの酒場の中にあるよ。一杯だけ飲もうかな。わー、わかるわー。この人も旅しに来たのかね。見ると行きたくなっちゃうんすよね。ブッキュアの場所はって、いいね。おお、新しい町に着いたら新しい装備を。武器を変えたい冒険者はぜひブキュアに。噴水近くの看板が目印です。あー、でもこれちょっと待って、これ武器と防具ってことですよね、これ多分。あ、でベッドが宿屋かなってことっすよね。 OK OK。 こっちは特になし。なんかね、こういうところから気になっちゃうっていうね。おお、怖いわね。何が？旅の人から聞いたんだけどね、世界各地で魔物が増えているそうよ。物騒な世の中になって嫌ね。ところで、ああ、それ聞いた、それ聞いた。綺麗だな、お、本当に綺麗。こういうね、なんか買い物とか行く時とか、こういうのを見過ごしですけど、花とか見るとやっぱり綺麗ですよね。クエストいるよ。クエストいるよって言っちゃった。メアリーが屋根に登ったまま降りてこないの。誰か屋根の上にいるメアリーを助けてあげて。おうほうほう。あ、もちろん。ありがとう、お兄ちゃん。メアリー助けて。屋根に登った。アンさんは？困ったな。どうやら、この子が言うには、メアリーってのは、道具屋の屋根の上に登っちゃ、ああ、道具屋の中から行けそうだが、この子男どうしたもんかな。こっから行きゃいいってことですよね。ここは OK。 いらっしゃいらっしゃい。正面から話しかけてくれ。ドラクエあるあるいただきました。奇妙な噂を手に入れたと。 OK。ちょっと待って、なんか今なんかあったな。これ、何これ。お、放浪の鍛冶屋ヘペッキオの手記という本だ。本もよ、あ、読める本棚もあると。旅をする鍛冶道具に関する奇妙な噂を聞いた。何でも複数の素材を使って鍛冶をすると全く別なものを作り出せる。あ、この世界のどこかに存在するらしい。うわー、捨てずにもっていうことっすよね。はいはい、やっぱり素材でなんか作るみたいな、そういうのがあるんでしょう。これ上上がれるな。遊んでるの宿屋、あ、道具屋の息子か。これはここも開けられると。何もなし。メアリーのね、頼みとかはどうでもいいっていうね。
どうでもよくないっすけど、すげえ荒らすやつ。特になしかな。結構広いね。よし、よしじゃねえけど、全然よしじゃないっすよね、道具屋の主人からしたら。ここで、ここですね。まあ上にいるんでしょう。 OK、 おらんぞ。あ、いた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 ぜ。おい、メアリー。メアリーじゃねえわ、この子は。あ、猫のメアリーでいいのか。あれ、あの女の子の名前がメアリーだと思ってた。小さなな。あー、大丈夫か。にゃー、飼い主教えてあげよう。これ飛び降りれんじゃない。 OK。いやー、痛いな。あー、お前よかったな。よかったよかった、ありがとう。猫砂を受け取った。お兄ちゃんならデルカダールのある他の屋根にも登れるかもね。煙突なんかにも入る。あー、これヒントですね。煙突に入るといいことがありますよ的なね。オッケーオッケー、よかったな。あんたが屋根の上に登ったメアリーってのを助けてくれたんだろ。ありがとうよ。あの子にも笑顔が戻ったぜ。いいっすね。ジャンプして。あなた、どこから来たの？え、石の村？南にあるの？聞いたことないわね。いいね。よしよしよし。うわ、やばい。それは良くない。テッシー、それは良くない。そうだったのか。地図の上に表示されている赤い線は、入れる民家の扉のことを示しているんだってよ。昨日見た本に書いてあったぜ。へえ。赤い、なるほどなるほど、赤い線が入れるってことね。デルカダールは周りが山に囲まれており、魔物もめったに襲ってこないんじゃ。だから安心して暮らせるんじゃろ。おお、ノリノリだわ。体が動いちゃうわね。キャッホーイ。この人たちの演奏上手、息がぴったりなんだ。楽しいな。へえ。旅芸人、聞いてってくださいな。そうだそうだ、いい曲だろ。そこまでめちゃくちゃ盛り上がってるわけではないですけれども、まあ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 。お、壺がありますね。5ゴールド。全部しらみつぶしに探していくと、お、いい花じゃわい。うん、いいね。にゃごにゃご、かわいいかわいい。こことかね。あーで、ここ落ちたところ。なるほどね。あ、登れるの。うんうん、登っていくと、うわ、あ、扉はあるけど、あ、赤いやつじゃないからってことね。結局そういうことか。そういうことですね。さっき教えてくれたそのまんまですね。赤い扉じゃないと入れないと。で、ここも入れないと。あれ、ここ入れるな。え、なんでここ入れんだ。へえ。おや、旅人さんかい。人の家にズケズケ入ってくるなんて、あんた大物になるよ。ありがとうございます。入るだけじゃなく破壊も。うわ、なんだ、ごめんごめん、バレた。すいません、バレましたわ。めっちゃ干してるし。オッケー。いやー、激しく体を動かして飯を食った後の散歩は最高だな。筋肉も喜びの声を上げているよ。君もムキムキになりたければ魔物と戦い続けることだな。そしたらムキムキになれるぞ。まあ、ちょっと最後の方はよくわかんないですけれどもね。美味しいお肉だよ、主婦の知恵よ。銅の鉱石、漬物石、役に立たそうなものでも使う時が来るから売らずに取っておくと。ああ、お金に困ったらユグノアどうかや。ユグノア銀貨を売るというわ。へえ、あれは売る以外に価値がないか。へえ、どうかとか銀貨、ははは。知っているかい、この町の屋根は登れるんだ。
屋根に登りたくなったら西側の路地にあるはしごを使うという。めっちゃ教えてくれる。うわ、なんか夕方になってきたね。大丈夫かこれ。旅の方、教会、ああ教会ですね。デルカダールの安全を脅かすことを脅かす者は許さん。私が見張っているうちは事件など起こさせん。怪しい奴に好き勝手な真似はさせんぞ。いいね。お、クエストクエスト。デルカダール王国の2人の英雄、グレイグ将軍と軍師ホメロスを一目見たくてはるばる観光に来たんだ。グレイグ将軍。でもお城には入れてもらえなくてね。せめて2人について書かれた本でも読めればいいんだけどな。ねえ君、お礼はするからグレイグ将軍と軍師ホメロスのことが書かれた本を探すの手伝ってくれないかな。あ、どうかもらえる。はい。2人の英雄について書かれた本はきっとこの町の本棚の中にあるはずだ。また探す。あ、町の西側はもう調べたから、東側を歩いて赤い本の入った本だ。ああ、赤い本は読む価値。へえ、そういうことか。あ、これで本を読めますよっていうことを教えてくれてるわけか。なるほど、かっこ、あ、喋ってる喋ってる。デルカダール城にはグレイグ将軍とホメロス将軍っていう二人の英雄がいるの。私の好みは断然ホメロス様よ。ホメロス様は将軍として自ら兵を率いて戦場に出るだけでなく、時には軍師としてもデルカダール王をお仕えする知的な方なの。ああ、なるほどね。かっこいいよな。16年前、ユグノア王国を襲った魔物を全て退治したのがグレイグ将軍なんだ。将軍は王国で一番強いんだぜ。将軍はその時魔物に襲われていた王様を救出してな、あの一件以来英雄と呼ばれるようになったのさと。16年前、ユグノアっていう王国が襲われたっていうのが多分オープニングではないが最初の方で流れた、まあ物語ですよね。だテッシーが赤ちゃんで抱きかかえられていたところっちゅうことですよね。ここは何もない。ああ、まあいいや、向こう行けた気がするけど。おっと、あったあった。東、おお、力の種、ありがとうございます。東側調べろ言ってましたからね。2ポイント上がった。2ポイントでも大きいですからね。おっとおっと、どうやって中に入ったんだ。ここは立ち入り禁止だぞ。さっとっと、なんでな、なんでな、入っちゃいけなかったんだ。はい、入れたってことはなんか、おお、ここは何、ここ、何ここ。夜とか昼とかじっと時間が過ぎるのが待てないって時は寝るに限るぜ。宿屋で寝ればあっという間だよ。ほう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 。すげえな。なんかこの城下町は三層構造になっていて、階段の上はお金持ちが住んでいるんだ。さらにまっすぐ行くとお城に着くぞ。ほう、三層構造、マジかよ。それでね、なるほどね。なるほどって言ってる割にはよく分かってない。お主知っているか、そこの家の裏庭から上に登れるぞい。屋根の上からロープを渡れるんじゃ。ほう、いいじゃない、いい情報ありがとう。ここの家の裏って言ってましたね。今本探してるから。アミタケ、うわ、バレた。ごめんばあさん、ごめん。いい王様の条件、ああそうね、安心して暮らせるってのは大事っすから。赤い本、なんかガチャ言ったけど、こっから登るってことか。お金持ちの住むエリアに行けると。おおお、え、うわ、
やば。え、こんな感じで夜になるんだ。へえ。めっちゃ道具もらえるんだけど、こう家の中入れんのかな。夜になっちゃったけど、はよ帰れ、もう夜だぞと。あれ、ここは赤くないから入れないってことか。あ、向こうにまだあるな。ここの家、あ、入れる。よかったよかった。夜でも入れるとこは入れると。知っているか、この城下町の下にはならず者の吹き溜まりがあるんだ。あそこには近づかねえ方がいいぜ。ならず者の吹き溜まり、これか。あ、来た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 。魔物がデルカダール王国を襲ったとしても、この国が滅びることは決してない。それは二人の英雄がいるからだ。一人は武勇に優れたグレイグ将軍、相場リタリフォンを駆け巡って、違うな、まあ乗ってってことですよね。これまで何百回と魔物の討伐に向かったが、未だ無敗である。おお、騎士道にも精通した武人で、剣術の腕は王国一。圧倒的な力から繰り出される大剣の前には、あのトロルでさえも立ち行きできないだろう。もう一人は知略に優れた軍師ホメロス、古今東西の戦術に精通し、わずかな部隊で魔物の大軍を破る数多くの実績を残している。剣の腕ではグレイグには及ばないものの、確実な勝利のために戦況に応じた作戦を実行する的確な判断力と迅速な決断力を合わせ持つ武勇のグレイグと知略のホメロス。ホメロスの作戦のもと、グレイグが戦場に出た時、王国の兵たちは天下無双の部隊と化すのだ。なるほどね、観光客に教えてあげよう。あいつまだいんのかな、観光客よ。お、一個あるね、漬物石。めっちゃ漬物石もらえるな。これ2回あるな。うわ、寝てるし、やばやばいやばい、マジでやばいやつ。うまいぜ、うまい酒だな。もう大人になってるのか、子供は飲んじゃダメだぞ。これもなんかあるね。デルカダル王国観光案内という雑誌だ。前回のコラムでは世界中の人が憧れるデルカダル城下町を紹介した。今回は城下町の仮想について話そう。歴史書によると、現在の仮想がある区画は元はお堀だったが、人々が勝手に住み着くことで市街地としてどんどん大きくなったらしい。そして荒くれ者たちが富を求めて世界中から集まるようになり、危険と魅力が合わさった今の街並みができた。治安の問題から旅人には危険もあるが、スリルを求める人には人気のある場所だ。あなたも一応訪れてみてはどうかな。ならず者の吹き溜まりって言ってましたね。そういうことですか。グガグガ。なるほどね。そういった面もあるっていうことですね。ここは開かないと。じゃあまあ戻りますか。とりあえず観光客に教えてあげ。ああ、そうですね。っていうところでしましょうかね。ひとまずはちょっとまだ入りきれてない。すごい、ってかお城がね、広いのよ。普通の普通っていうか、今までのね、ファミコンとか RPG の比じゃないのよ。なんか、ああ、あいついるいる、よかったよかった。おい、何と書いてあったんだ。何、グレイグは武勇に優れていて、ホメロスは知略に優れているだって。かすか、知っておいてよかったな。反対だというのも納得できる。よくわかったよ、ありがとうございますと。ま、本
そうね、噂でわかるだろうっていうレベルですけどね。じゃあちょっとこれで、まあ武器と防具次回見ますかね。そうしましたら、では、動画の移動をよろしくお願いします。次の動画も引き続きこの城下町の探索となると思いますがね、よろしくお願いいたします。鉄士でした。失礼いたします。